アレクサンダーボールドウィン社の本社ビルアレクサンダーボールドウィンはアメリカ合衆国ハワイ州にある会社でハワイが属州であった時代に五大会社の一つであった現在は不動産業を中心に様々な農業も行っているハワイ州には3万5000ヘクタールの土地を持っていて同州最大の不動産の持ち主の一つであるまたハワイ州と 米国本土に収入がある資産を47箇所持っている。本社は、ホノルルダウンタウンのアレクサンダーボールドウィンビル北緯21度18分46秒、整形157度51分54秒、北緯21.31278度整形157.86500度、21.31278-157.86500にあり、 このビルは1929年に建てられている。元々の本拠地であるマウイ島にはアレクサンダーボールドウィン砂糖博物館を開設している。アレクサンダーボールドウィン会社の元は1870年にサムエル・アレクサンダーとヘンリー・ボールドウィンによって設立されている。彼らの父親はキリスト教伝道アメリカンボードから1831。 1832年に当時、サンドイッチ諸島と呼ばれていたハワイへ派遣された、牧師であった。創業者二人は、マウイ島のパイアとマカオに227ヘクタールの土地を買って、サトウキビを育てた。しかし彼らの土地は、ハレアカラ山の乾燥川で降雨が少なかったので、1876から1878年に27キロメートル東の、 雨が多い側から水路を掘削した。この水路は現在でもプーネネの観光地になっていて、水路の通過地のプーネネでは後に、日系人の総一坂本がここで学校で教える、傍ら、子供たちに水泳インターバルトレーニングを行い、全米チャンピオンやオリンピック選手を育てている。この水路の完成で、会社は大いに発展して、そこは、アレクサンダー ボールドウィンプランテーションと命名された。1872年から1900にかけて工作地を増やして、また砂糖工場へも進出している。1889年には競争相手の一社、クラウス・スプレッケルズのハワイ商業座等機微会社の株の過半数を取得している。1899年にはマウイ島北部にあるワイルクから カフルイプーネネスプレッケルズビルハイク経由でクイア派までの鉄道を買収した。1990年代にアレクサンダーボールドウィン社が設立された。会社の設立後、アレクサンダーボールドウィンは大いに発展して、ハワイ経済に河川的に大きく影響を与えた古代会社の一つとして活躍した。所有土地も面積も4万ヘクタールになった時もあった。 1905年には A&B 社は五大会社の他社と共にカリフォルニアハワイ砂島会社の株を買い占め自身の砂糖生成会社を持つことになった。その後の2 3 0年はマウイ島のプーネネ、カフクとカウアイ島へ砂糖キビ畑を拡大してまたパイナップル栽培へも拡大した。1908年には海上輸送会社のマットソン高校会社へも投資している。 第二次世界大戦後、A&B 社は新事業、すなわち土地開発を開始した。マウイ島の仕様を落とし、カフルイでカフルイ開発会社を作り、この会社は後に A&B 土地開発部門になった。1962年には、ハワイ商業座頭機ビ会社を完全に買収して、子会社としている。また1964年には、マトソン高校会社の株を買いまして、 1969年には全株を取得して完全子会社としている。1987年にはアレクサンダーボールドウィンサ等博物館を開館している。2012年にはマットソン社を切り離して、両社は別々にニューヨーク証券取引所に上場している。A&B 社の現状は農業方面ではコーヒーとマカデミアナッツの栽培へ発展させてはいるが、 ハワイでは、第4番目の大地主である立場を利用して、主に土地開発市会社を通して、住宅、ショッピングセンター、事務所などの土地開発に注力している。2017年にはプーネネで、ハワイ最後の商用砂糖キビ栽培の終了をしている。A&B 社が毎年砂糖キビの葉を燃やす件に、関しては、環境への影響に関して、周りの住民からクレームが上がっている。 また同社がプーネネで使用している農業機械類が、連邦で規定する排気ガスの基準に達してないと訴えられている。ありがとうございます。